カシオカカニャンのルートンタウンプレミアリーグでの現状がこちら。カシオカがプレミア入り、ルートン降格圏だから頑張ってほしい。ルートンタウンってすぐ降格しちゃいそうだけどいいんかそれで。ルートンタウン降格候補筆頭と思われていたが最近はちょっと頑張っており残留にワンチャンあるので頑張ってほしい。なおルートンは5部リーグから這い上がってきたチームで、住宅街を通り抜けないと入れないホームスタジアムがプレミアファンには知られている。ルートンすごいいい雰囲気のホームだから残留応援して欲しかったけどここで日本人はあち？ルートンタウンあのスタジアム一度は体験してみたいと思ってたけど橋岡行くならなおさら行きたいわ。レッツリュースからついにプレミアリーグに行く選手が出てきたか。ルートンは残留争い真っ只中だから頑張れよ。プレミアリーグでまた見なきゃいけない試合が増えた。